はい、いつもおもチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はこちらでございます。たまらんでしょう。現代のお父さんの、心をくすぐるビックリマンオールスター悪魔 VS 天使30周年アニバーサリー。みんなで選んだ復刻シール入り全42種です。パッケージは2パターンになっておりました。どうやら私の知らない間にファン投票があったようで、そちらの投票で選ばれたキャラクター42種類が今回シールとして入っているようです。1個80何円かだったかな。こっそりと、奥さんが買い物をしている買い物カゴに入れて買ってもらいました。4つでございます。ではでは早速4つ一気にやってみたいと思います。復刻シールということで、あの昔の懐かしい思い出のシールが出てくるんでしょうか。僕的にはあの初代のスーパーゼウス様やね、スーパーデビルや、あとサタンマリアかな、あの辺のシールが欲しいところです。あとヤマト人帝とかね、その辺のシールとかもね、もし入ってるならいいですね。あとあ、こっちかな、これ何だったかな、名前もう忘れちゃったんですけども、ヘッドロココとかそんな名前でしたね。これね、ヘッドロココだったかな。うん、あとヘラクライスとかな、そういうのもね、もし入ってるんだったら出てきたらすっごい嬉しいですね。ではでは我慢できないので、もう一気に4ついってみます。ではまず1袋目いきます。よいしょ、無理や。この感覚が本当にね、男の子だったらわかるんですけど、嬉しいですよね、このもう開ける瞬間っていうのがね。でいつものウェアハウスのチョコレートね、これはもううまいの確定なんでね、とりあえず後で一気に食べましょう。シール、お、シールどこにあるんだろう。シールは裏か、あれこのチョコの間に入ってるはずなんやけども、あれ入ってない。ん？シールどこ？シール、あ、シール見えた、シール奥の方にありました。では行きますよ。さあ1枚目いってみましょう。記念すべき一発目、懐かしいの、ほい、ボン、おー、あ、なんか昔のデザインとはなんか違う感じ、イメージしてたのと。でもなんかいきなりこうスーパーデビル出ましたね。わっ、すげえ嬉しい。スーパーデビルや。お、裏面、ロッテ、ロッチじゃないよ。ね、あの昔のね、お父さんお母様ロッチね、っていうのを知ってると思うんですけども、ロッテですね、ちゃんとね、そらそうだ。はい、1枚目、スーパーデビルが出てまいりました。それでは2つ目いってみましょう。よいしょ。さあ、さあさあ。いきますよ、せーの、ういよ、おお、ね、誰や、あー、なんか覚えてますわ、このデザインね。ちょっと名前まで覚えてなかったんですけど、少女って書いてますね。少女でございます。2枚目が少女でございます。こんな感じ、リューって書いてますね。で、裏面はここです。にっこり天使かな、これはね。あ、お守りか、守りって書いてあるわ、守り、ね、はい、2枚目少女です。それでは3つ目いってみましょう。3つ目、何来るかな。よっしゃ、さあオールスター、オールスターへの来いよ。3枚目、せーの、ほい、おお、来ました、来た、マジで、めっちゃ嬉しいねこれ。おお、ヘッドロココや、すげえ、ヘッドロココ来ましたよ、すごいな、めっちゃ嬉しいな。あかん、もう普通に、おお、めっちゃ嬉しい、おお、もう見とこう、めっちゃ嬉しい、めっちゃカラフルでしょねこれ。キラッキラッキラッキラというか、なんかね、昔のヘッドロココのイメージとずっと違うんやけども、うわ、絵が懐かしいですわ。ね、たまらんな、ヘッドロココ来ましたね。裏面、裏面はこ
こですね、ヘッドロゴ、ここ里崎選手監修。へー、こんなシールあるんや。あ、すごい、ロッテのビッグマンプロジェクト。あ、すごいね、そういうあれなんやね。わ、ヘッドロゴになりました。3枚目ヘッドロゴでした。嬉しい。さ、今のとこね、私大好きなのが2枚も来てるんでね、最後4つ目でございますね。これも素敵なシールが出ますように載っております。では行きましょう。4つ目、泣いても笑っても最後4つ目いきます。何が来るか、せーの、ドン。うわー、何これ。え、あ、あ、わわ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 わ、すげえな、俺のこのなんか引く順番みたいな、我ながらすげえキンキラキラ、最後の最後、ヤマト爆心や。わー、なんだ、ビックリマンの神が俺に降りてきたか。おい、ヤマト爆心来た。おい、もうちょっと見よう。キラキラやね、皆さんにこのキラキラ具合がもう眩しいでしょ、これ。うわ、眩しい。はい、すいませんね、え、あかん、嬉しすぎる。ヤマト爆心来ました、4つ目最後ね。え、もう当たりやねえこれ、今回、うん、なんでもや、もうね、え、ヤマト爆心、ちなみに後ろはこんな感じ。あー、すごいね、やーば、ほんまにやばいね。4つ買ってこんないいのバカ出んの。人気投票やから。でも42種類あるしな。はい、4つ目、ヤマト爆心でございました。はい、ということで、私、ビックリマンオールスターチョコでございますか。30周年アニバーサリーの記念でございます。ビックリマンチョコを4つ買いまして、なんとまあ、ね、スーパーデビルに始まり、ね、2つ目はね、なんかね、ちょっと懐かしいデザインやったんですけどもね、3枚目、4枚目とね、すごいヘッドロココとヤマト爆心できてね、僕的にはね、この子外れて言うたら申し訳ないんですけどもね、このね、少女さんですか、少女さんはまあ僕的には一番外れなんですけど、それ以外が大当たりですね、気持ち的にね。皆さんもなんか4つぐらい買ったらこんないいのボン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 って出てくるんですかね。なんかね、そのね、僕が引きがいいのかちょっとね、わからないですけども、すごいもう欲しいもんばっかり出てくれてね、嬉しい限りでございます。よかった、買ってよかったっす、ほんまにね、感動を味わいました、ね、ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございます。ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた、さよなら、バイバーイ。はい、いつももチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はこちら、スーパーマリオ 3D ワールドチョコエッグのご紹介でございます。私大好き、チョコエッグのスーパーマリオ 3D ワールドバージョンが、スーパーに行ったらいっぱい売ってましたので、今回もいつもながらチョコエッグ2つ買ってまいりました。はい、まずはさーっと箱のパッケージを見ておきましょう。スーパーマリオ 3D ワールドチョコエッグでございます。今回は彩色違いありで全10種プラスシークレット1ということになっておりますので、11種ですね。で、サイドを回していきましょう。誰に会えるのかはお楽しみ。